可愛い高木っす俺。 MR300 ぐらい落としたって言ってたよ。ハリケンって呼んでもいい？あ、でも高木でいいよ。じゃあレン君のこと なんて呼ぶの？じゃあお前は。じゃあレンレンで行こうかな。とってもレンレン。ちゃんと値段も調べたぞ。あれイヤホン3万ぐらいするから、あれかなりもらい得だった。閉会式のアリケンのユニコームマジで臭すぎ。高木、相手の MR 見てみ。やば。何がやばい高木。いや、初めて見た。ガイル使えるかな。開いてる。 OD あ、来た。誰来た。え、誰だ。え、ちょっと待って、アリケン、ちょっと待って。高木、キサイゲンです。あ、レン君。レンさんだ。高木さん、はじめまして。なんか、多分 GTA の時お話ししたぐらいですよね。いや、ありますよ。結構ありますよ。あ、嘘。嘘、嘘、嘘、嘘。あ、じゃあ、ストロークもやったことありますよ。配信つけてて、これ。あ、ほんとに？うん。Okay. やろうぜ。ストロークやったことあったっけ。あの、レンさん、あれっす。あの、かわいい高木っす、俺。あ、でも、かわいいっす、マジで。めっちゃかわいい。なんなの、お前の。どういう自己紹介？可愛い高木ですね。いやいや、私がめっちゃ可愛い可愛いって言ってたんだよ、入場のやつ見て。そうだ、昨日。そうそうそう。ちゃんと見てんじゃん高木お前。うん、そう、ちゃんと見た。もちろんね、そこは。え、レンさんってガイルからの JP なんすか？いや、私はガイル触ったことないっす。あ、ないんだ。そうだよ、生まれ落ちた時から JP だよ。え、でもガイル村みたいなんじゃないんすか？あれはゴールドくらいの時？まあ、なんかその時は割と試合見る方が好きだったんですけど、ハンチャさんと遊ぼうってなって、はいはい、ああ、なるほどね。なんか気づいたら行った村に。JP なのに。うん。そういう。なんかガイル全然使ったことない。そういう入場の仕方もあるんだ。ちょっとアリケンさ、レンさんって一回やらせよ。なんかこいつ強いよ。知ってる知ってる。ガチで知ってる。勝ったら。でもあれですよね、クラシックでレバレスに変えたんですよね。あ、そうそうそう。あ、確かにレン君と同じじゃない？それなんかムーブメント的に。あれっすか、モダンっすか最初。じゃあモダンのパッドでした、私も。あ、じゃあもう全部俺と一緒だ。いや、そうなんだよ。てかさ、昨日会場さ、レバー、うん、レバーついてるアキコン持ってたの俺だけだったんだよね、出演者。そうだよね、そうだよね。そう、あと全員レバレスかパッドで、マジでうわもうなんか格ゲーおじさんなんだ俺はって思っちゃった。辛かった。古いよな。ね、古い。こんなゲーセンに行ったことないのにゲーセンのコントローラー使ってるの、まあ意味わかんないよな、普通に。あ、打足さんもレバーレスなんだ。打足さんを最近変えて、なんか MR300 ぐらい落としたって言ってたよ。マックス MR が1300って書いてあったんだけどさ、どうやっても1300にはなんないよなと思ってさ。最初1500で固定されるのに1300って書くの、なんかいい人なんだろうなと思った。うん、ね、あれ回したがゆえにかけることだよね、ちゃんと。うん、いや、まあ、あの人はもう美味しいと思ってやってるから、もう確信犯。正直者なんだろうなって思った。そう、普通1500って書くよな。書く。アリケンはアリケン何って呼んでもいい？あ、いや、もう何でも。高木でも、高木でも、くんでも、くんでも。あ、でも高木でいいよ、基本的には。あ、本当に？そう、基本的には高木で。本当にもう挨拶みたいに言うんだよそれ。高木でいいよ。高木くんでいいって言われたから。じゃあレン君のこと何て呼ぶの？じゃあお前は。いや、俺迷ってんだよな、そこが。レン君、レンちゃん、レンさん、レン。まあ、でもレン君が多いよねやっぱり。あれ、誰が最初にくんって呼んだんすか？え、もうデビューする前に同じ事務所のメンバーにレン君ってもう呼ばれてた。あ、そうなんだ。え、レンさん的にはくんがいいとかあるんすか？でもちゃんって呼ばれてるの見たことないかも。まあ、あんま呼ばれないね、ほんとに。すみれさんとかは呼ぶし、まあ何人かちゃんって呼ぶ人もいる。はい。俺じゃあレンレンで行こうかな。たまにいる、たまにいる。いいよ、めっちゃ。レンレンいるんだ。レンレン？うん。じゃあ俺レンレンで。いいな、高木お前。とってもレンレン。あそこまでつける人は初めてだな、確かに。うん。てか昨日のさ、大会賞金100万円って俺知らなかったんだけど、うん、え、お前知らないでやったの？さすがに知ってたわ、それは。マジかよ。普通になんか名誉の戦いの大会かと思ってた。あ、いや、まあまあまあね、わかるよ、ちょっと気持ち。俺、タジさんがなんかパネル持ってて、俺数えちゃったの、うん、え、1、10、100、え、これいくらってなったの？もらったの。おもろすぎる。最高やん、誕生日で。誕生日だしね。誕生日100万円、もかなり近かったよ。もっとおめでとうだったわ。確かにえぐいな、100万円の誕生日プレゼントもらったってこと。何でも買えるよ、でも自分の好きなもの。いらないなとかない、うん、これ確かに。最高の誕生日すぎるな。
いやでも俺ら現地でなんかもらったんだよな、イヤホンと G-SHOCK 腕時計ね。うん、えそうだよ。するいやレン君も多分言ったらもらえるよ。俺、俺 G-SHOCK もらってないんだよね、うん、え、もらってないの。俺もらってない。てかお前ないだろサイズ。いや、つく全然。あ、マジで。そう、参加賞的なものはもらった。ちゃんと値段も調べたぞ。あれイヤホン3万ぐらいするから。お前やめろお前調べんなちゃんと。あれかなりもらい得だったなんかめっちゃジャンプ出るな。なんだこれ。ちょっと待って、エアコンが寒い。にょてか、エアコンって何。え、今日寒くない結構。いや暑い。なんか最近代謝がえぐい、うん、本当に代謝、代謝がえぐい。あぶね、あれ研究の鼻の汗やばかったな。え、そう、本当にそれ言われてたよなんか実況から。いやマジでもうさ、もうメガネがさ汗でどんどん落ちていきそうで本当に。いやでも、ね、滑るよね。それよりやばいのはね、閉会式のアリケンのユニコームマジで臭すぎ俺隣にいた。それだ、シンジと高木にずっとバカにされてたわくせえくせえって言われてでも本当に臭かった。自分でもくせえなって思いながら存在してた昨日。うまー、まあ、だってずっとやってたもんな。緊張するだろうしな。そう、いやてか暑かった普通になんかさ戦うとこまで寒くなかったの。全然寒いんだろうなと思ってたんだけど。全然そんなことはなかった。部活だったマジでなんかそれこそさ、高木くんが途中でさなんかジャケット着たやん、はい、ユニフォームの上から。あ、はいはい、だからあ現地寒いんだろうなって思ってたんだけど。いや俺は超寒かった全然暑かったマジで。まあでも俺だってあの控え室一回マジで暑すぎて、みんなに断りもなく冷房にしちゃったもん一回、うん、そしたらめちゃめちゃ寒い寒いって言われた。しゃがみ中一番出なかった今笑いすぎてお前そういうことするよな、うん、みんな寒い寒いって言い出したんだよね裏話おもろすぎる。でも俺はもう涼しすぎて。いややっぱ現地いいな。涼しすぎて最高だった。へれ人だ。これいけんの。びっくりした。いけるよ。シャカさん。お疲れ様です。いこう。ご無沙汰してます。いや昨日ぶりね。マジか。お前やめろ、なんか最近社会人になったみたいな。間違いやめろ。そうだよ。え、てかゼロストナウマンコーチングどうだった？ん？あ、ちゃんと格ゲゼだったよナウマさん。そらそうだろ。コンボミスったらナイスって言われて、リーサルの初手入ったらミスれミスれミスれってずっと言われてた。言われたことないけどな、そんなこと。ナウマンって。私もナウマンさんに教えてもらったことあるけど。舐められてるぞ多分。仲いいんだな俺たち。あ、そうかも。荷物持ち、あの荷物持ちね、めっちゃ詳しかった。荷物持ち、やめろマジでそれ。その話が出るたびに俺が持たせたみたいになる本当に。あれマジ自分で持ってるだけだからなあいつ。あれな。ゼロさんずっと俺が緊張してる中、なんかいきなり俺のこと叩いたりしてきたからな。暴力ですかゼロストさん。そう、まずいですよ。だからちょっとここは負けれない。ないきなり後ろからわーとか言ってきて。10歳の子殴ってたってマジですか。おーい、フェイクニュースやったれやったれ高木、暴言しやれ。リトルフェイクニュースどうしよう、リドルってつけられると信憑性が。うまいうまいうまいけどあれ追いかけないと、追いかけないといけないのか。いや追いかけてもむずい。追いかけちゃダメだねあれ。おいろ、いやマジでこれね伸ばすべきでした。高木相手の MR 見てみ、負けてる場合ちゃうぞお前。え、いくついくつ。1391。やば何やばやばいやばってんやば今やばってんなお前なんかいいよ高木のこういうのピュアすぎて全然なんか嫌味に聞こえねえけどクソ失礼なんだよな。バカ失礼で笑っちゃった。何がやばい高木。いや初めて見た1320とかだったよ
この間まで初めて見た。いや1300のストリーマーってあんま見なくない？でも落ちた落ちた1300まで。あマジで？いっぱいいるよ。うん1320とかだったこの間。でも連鎖上がってません？ゼルソさん長期的にそんぐらいじゃない？長期的。俺はねもう一生上から下まで行き来してる。あそうなんだ。上上って最高どの辺？俺ね1550まで行った最高。で1150まで落ちたことある。1100？ うん。1150までよく上げたな1100から、ね、1100から1500に上げるのよく腐んなかったね。マジ上から下まで経験した。いやマジで余裕ないよねこのゲーム。ゼロソ来いよなんで俺ばっかなの来いよ他の人でもいいだろ来いよゼロソ。やっぱゼロストと戦うの楽しいんだよな。煽れるから。そう私負けれないってなるから。いやわかる、負けたくないよなゼロスには。そう本当に負けれないってなる。なんで来て。あ、痛い痛すぎ激痛。なんか最後だけ足りねえな。なんかありますよねもう一個。なんかこうあったはず。なんかちょっと物足りない感じあるよな。もう十分すごいのに。うわーお前偉い。おいもう取らせないよ。でもあ、本当もう取らせない。思い出したから今。あれきお前嘘だろ。いやマジマジ。相手の MR お前見てみろよ。お前黙れそれ。うわやばMR やば。えら。あもうひったくそ。大丈夫だよ。なんか彼氏もしかして今のレン君のちょっとガチすぎてあまりにも